解釈してやれ、斉藤君。君がカラスという男と接触していたのは新選組に入隊する前なのだろう。ならばそのことを追及するつもりはない。どうしてそれを。ふん、今日の町の道場で腕の立つ剣士が天然理心流を探している。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか。理心流を追うことは罪ではない。その類稀な剣の腕を新選組のために使ってくれるのなら、私は君を疑うようなことはしたくないのだ、斉藤君。この長州の患者を切り、そのことを証明していただきたい。さあ。玉の百姓風情が生きがりやがって。近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに長州がやられてたまるか。カラスから聞いたぜ、お前が新選組に入った本当の目的は。元さん、局長と玉を愚弄され、黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が昇ってしまったようだ。火の上。よし、じゃ、そろそろ帰るとすっか。そうですね。もうクタクタですしね。松原が減った分、褒美の取り分も増えるってもんやね。おう、そりゃそうだ。あんた、頭いいね。ねえ、武田さん、せっかくだから、もう一人減らしちゃいましょうよ。面白い。やってみろよ。いつか泣いてんの。次は敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。斉藤、よう覚えとけ。これが新選組っちゅう組織や。疑わしきは粛清する。俺はお前を粛清しとうない。どういう意味だ。次に敵を見逃すときはもっと分からんようにうまくやれちゅうことや。土佐を脱藩した龍馬は吉田東洋を暗殺した覆面の男を追い、斎藤一の名で新選組に潜伏していた。手がかりは東洋を殺害した剣、天然理心流。その使い手である覆面の男は新選組の古参幹部たちの中に潜んでいるはずだった。龍馬は新選組として血にまみれた任務に身を沈めていく。後に池田屋事件と呼ばれる勤皇志士への襲撃は一夜にして新選組の名を轟かせた。だが覆面の男に最も近いと思われる局長近藤勇はまだ姿を現さない。
これはこれは勝先生、幕府のお偉いさんがこそこそおいでになるとは。ここらで薩摩に鞍替えでもする気でっか。あんたに身の振り方相談するためにわざわざ今日まで来たわけじゃない。いつまで経っても動かない薩摩芋の尻を叩きに来てやったんだよ。相変わらずやな、勝藩は。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。これからは薩摩の武力が物を言う局面だ。とても幕府の人が口にするセリフとは思いまへんな。今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。ま、なんとなくは。これまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたが、奴らの固い頭は変わらない。ならいっそ幕臣という立場を利用して幕府を中から破壊してやろうと思ってな。ほう。手を組め西郷。うちにいる私と協力し、外から幕府を叩くんだ。幕府に戦争を仕掛けろちゅんでっか。ああ、戦争に勝った暁にはあんたは新しい国の頂点に立てる。悪い話じゃないだろう。それに今日はあんたらが戦に勝てるようとっておきの武器を連れてきた。武器？この男はイギリスの武器商人と深いつながりがあってね。その気になりゃ江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。新選組の屯所に行くのか。ああ、それがどうかしたか。ちょっと気になることがあってな。なんだ。お前が池田屋で桂小五郎と話したって内容のことだ。奴は竹地からお前の素性を聞かされていたんだってな。ああ。だとするといずれ桂はお前の正体を新選組にばらしちまうんじゃねえか。どうしてそう思う。所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選組は天敵。三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ放っておくはずがねえだろう。奴が俺の素性を組に密告すると。そうすりゃお前は松原の二の前だ。三番隊隊長は粛清。長州にとっちゃ新選組の戦力源は願ったり叶ったりのはずだ。桂はそういう手を使う人間には見えなかったかな。でもよ、どのみち桂がどうでようが俺が新選組の中で動ける時間は限られて。どういうことだ。俺が天然理心流を追っていることは池田屋で幹部たち全員に知られた。ああ、そうだったな。今のところ新選組にとって俺は戦力になって、少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうが。残された時間はあとわずかということか。だから少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある。時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなければ。近藤勇のことか。相変わらず接触できてないのか。ああ、屯所にもまるっきり顔を出さねえ。
お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か。東洋様をやった覆面の男は。さあな。だがそうでなかったとしても近藤なら覆面の正体を知っているはずだ。ああ、天然理心流の元締めなわけだからな。近藤も局長である以上いつまでも姿見せねえってことはないだろう。その機会を逃さないためにも俺はなるべく頓所に顔を出すつもりだ。近藤出せよ。ドロンじゃ斉藤君、さっさと入れ。おお、待て、わ
わしらも仲いらんかい。局長は多忙につき不在、先ほどからそう申し上げておる。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や。浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。佐々木さん、キャンキャン泣いてないで、あんたらも手軽が欲しけりゃ自分たちで汗かけや。寝ぼけんなよ、こら。池田屋でカツラ取り逃がしたんが手柄か。その責任はどないする言うとるんや。京都見回り組、まだ粘っとるらしいな。見回り組？門の前で騒いどった連中へ、知らんのか？ああ、あいつらは要するに家柄のいい新選組。新選組は浪人の寄せ集めやが、京都見回り組は劣気とした幕府の家臣で組織されとる。せやから連中、新選組にだけは負けたないんや。意地の張り合いか。大声出してたんが、見回り組の佐々木忠三郎いう男や。大口叩くだけやって腕は立つ。あんたから見てもか。ああ、あいつは相当なもんや。お前も気をつけといた方がいい。佐々木忠三郎か。それは相当。池田屋の傷はもういいのか？お前がおらんかったら、あの吉田なんちゃらにやられとったかもしれん。これでも感謝しとる。礼を言うのは俺の方だ、長倉。あ？カツラの剣、恩に切る。そないに気使わんで。本音を言えば、身内で殺し合いするんはこりごりなんや。それはいつだったかあんたが言っていた芹沢鴨のことか。ああ。何があったんだ？なぜ局長だった芹沢が身内に殺されるようなことになった？あれは俺らがまだ新選組と名乗る前、京都に来たばかりで身振るおし組を名乗っていた頃のことや。その頃はまだ俺ら天然理心流の7人と鴨さんの一派3人を合わせた10人だけの小さい所帯やった。芹沢の一派っていうのは？鴨さんの水戸脱藩以来の同志やった平間十助、平山五郎と鴨さんを合わせた3人のことや。その3人が俺ら天然理心流の門と身風呂押組の主導権を争った。鴨さんは凄まじく剣の腕が立ち、学もある立派な剣士やった。せやからまず近藤さんは鴨さんを自分と同格の局長に取り立て、組織をまとめようとしたんや。土方さんの反対を押し切ってな。それじゃあ土方が芹沢を殺したってことか？さあな。誰が直接鴨さんに手下したかは知らんねえ。近藤藩かもしれへんし、土方藩かもしれへん。やが、それを知る必要はないということや。知る必要がない？お前も新選組で一日でも長く生きたいんやったら覚えとけ。鴨を語るべからず、新選組の暗黙の掟。長倉、あんたみてえな男がなんで新選組に居続けるんだ？俺がここにおるのは近藤局長への恩義。あの人がおらんかったら今の俺はない。昔俺が
間違えて人を殺めてしまった時、局長は俺のことを守ってくれた。それから俺は今度局長の夢のために仕事ができればそれでいい。それだけ。あんたにそこまで言わせるのか、近藤って男は。お前も一度会えばわかる、近藤勇という人間の器の大きさがな。一度会ってみたいもんだな。豚書にも一応近藤さんの部屋があるんやで。局長の部屋？どこのことだ。豚書の一番奥の前や。せやけど行っても誰もおらんやろうけどな。それじゃあ、あの近藤勇が土佐まで来て親さんを殺したってのか。何をしてるんだ。いや、何でもない。おお、局長の部屋に入ろうとしてたんじゃないのか。無駄だな、局長は多忙につき不在だ。それじゃあ俺が局長に会うにはどうすりゃいいんだ。向こうから会いに来るのを待つしかない。なんなら他の者にも聞いてみろ、みんなそう答える。何か用か。一度局長に会ってみたいと思ってな。隊長になったというのに挨拶すらできていない。会ってどうする。別にどうこうするって話じゃない。近藤さんは多忙なお方だ。まあいずれ会える日も来るだろう。もうしばらく機会を待つんだな。いつまで待てばいいんだ。ずいぶん近藤さんに興味があるようだな。それが何か問題あるのか。大ありだ。あの方と気安く会えると考えられては困る。局長は新選組の主君と思え。君も新選組に入った以上はな。わかったらもう行け。おお、はじめちゃんやないか。お前も一緒にで。いや、だがなんでそいつら服を脱いでるんだ。もう払う金がないよからな。服を質に取ったんや。ふんどしも言っとらないかよな。これ以上負けたらこいつら武田藩に何されるんやろな。どない思う。
なんや、はじめちゃん。何黙っとんねん。いや、悪いが、局長を探している。どこに行けば会えるんだ。さあな、知らんわ、そんなもん。ああ、気が散るで。用が済んだらさっさと行け。それとも我々も裸になりてんけ。いや、邪魔したな。俺も焼きが回ったか。魔の空気、読めちゅうねん。局長に話でもあるのか、斎藤。井上。いや、俺はまだ局長の顔を見たことがなかったんでな。特に話があるわけじゃない。そうか。ならちょうどいい。その局長直々の仕事がある。お前に頼むよう言われた。何？お前、坂本龍馬という名前に聞き覚えは？ん？知っているのか？いや、知らねえ名前だ。坂本は土佐藩の勤王志士、竹地半平太の作った土佐勤王党の筆頭。1年前に藩の三世吉田東洋を暗殺して土佐を脱藩した。この坂本龍馬をお前に探ってきてもらいたい。なんで俺が？不服ということか。いや、分かった。で、どうすればいい？坂本龍馬について我々が掴んでいるのは、まず数日前に京の薩摩藩邸に現れたってこと。薩摩藩邸？そんなとこに坂本龍馬が。何かおかしいか？いや、続けてくれ。それ以前、坂本は土佐を脱藩した後、幕臣勝倫太郎の門人となって怪術を身につけた。怪術？船の操作だ。その船で長崎から密かにイギリスの武器を買い付けているらしい。トマス・グラバーって武器商人と通じてる。イギリスの武器を？どういうことだ？局長はそいつを探れと言っている。まずは薩摩藩邸へ行け。坂本龍馬は勝倫太郎と一緒に薩摩の西郷吉之助を訪ねたってことだ。その西郷に話を聞くのがまずお前のやるべき仕事だな。西郷吉之助か。仕事が済めば局長に報告することになる。その時近藤さんにも会える。
ああ、いや、え、はい、仕事取った。Tough!
あかん、これはあかんやつや。ちょっと待て、ちょっと待て。俺の偽物が現れたらしい。はあ？そいつは坂本龍馬を名乗ってイギリス製の武器を買い付けている。幕臣の勝倫太郎の門人で今日の薩摩藩邸に現れた。おい待てって、何がどうなってんだ。俺にもわからねえ。だがその坂本龍馬を新選組が探し始めている。お前の耳には何か入ってねえか。もう一人の坂本龍馬のことが。いや知るわけねえだろ。知っていたら真っ先にお前に話してる。だよな。けどなんでお前の名前なんて語るやつが。わからねえ。誰かが俺をはめようとしているのかもしれない。新選組がその偽物を追いかけてるって言ったな。と言っても俺がその坂本龍馬を追う役だ。近藤勇が俺を指名したらしい。なんだと？おいそれってお前の正体がバレてるってことじゃねえのか。もし近藤が1年前の覆面の男なら俺の顔を覚えているかもしれない。近藤はそれを確認しようとしているとも考えられる。それじゃあお前やべえじゃないか。だがどっちにしても断れねえ。今はそのもう一人の坂本龍馬を追うだけだ。これから薩摩藩邸にいる西郷って男から話を聞いてくる。薩摩の西郷か。そっちはそっちで厄介な相手だがな。どういう意味だ。薩摩は日本の端で300年、幕府の命かすめて力ため込んできた藩だ。異国との密貿易でな。それで幕府でさえ薩摩が勤王の倒幕派に回らないよう気使ってる。その薩摩の鍵を握ってるのが西郷吉之助ってわけだ。連中は秘密主義で身内しか信用してない。なるほど。今のところ薩摩は幕府と一緒になって勤王派の長州を京から追い落としてる。長州はそんな薩摩に恨み骨髄だ。そのくせ薩摩は裏じゃ幕府を倒して勤王を牛耳ろうと画策してるって噂よ。とんだ食わせ者らしいな。まったくさ、勤王思想のみで突っ走る長州と現実主義の薩摩じゃ水と油だ。町で薩長の下っ端同士が出くわしてみろ。いきなり切り合いが始まるぜ。犬猿の仲ってやつか。まあその話はいい。お前の偽物については俺の方でも調べてみる。
そのもう一人の坂本龍馬ってのがイギリスの武器商人とつながってるってならどういうやつにしろ大物だ。そいつがお前にどう関わってくるのか俺たちは知る必要がある。頼んだ。用心しろよ。ああ。恋は恋は、新選組の方でごわすか。お役目ご苦労様に存じます。新選組三番隊隊長斎藤はじめだ。西郷吉之助殿に取り継いでもらいたい。ほう、西郷先生に。どげなご用件で。坂本龍馬という男について聞きたいことがある。さようで。そいはもう新選組の御用とあれば断る理由はごはん。心得ました。おいがご案内します。どうぞこちらへ。最後は判定の中じゃないのか。あんお方は屋敷の中でじっとしておられんもんで。まあどうぞ、すぐ近くでごわす。あんた、門番の割に随分判定から離れるんだな。こいつらはどういうつもりだ。新選組っちゅうのは随分と人を切ってきました。ほんのこと言うと薩摩の門も多少身風呂に切られた門もおります。おはんが薩摩の人間を切ったかはどうでもよか。じゃっどんおはんな三番隊の隊長でごわす。兄弟や子らを新選組に切られた恨みを持つ者にはそいだけで十分切る理由になります。弟の敵じゃ。身風呂めがおいの息子ば切りよった。幕府の犬め。花から西郷に合わせる気はなかったってことか。不用心不用心。新選組幹部ともあろうもんがたった一人で食っとは。薩摩をなめちょるんかこら。はっとっはっちょるっせやはっちょっはっちょっせいや。たっ。バカな。
恋が新選組。西郷に会わせてもらおうか。そうすりゃここで会ったことはなかったことにしてやる。何？おっぴらにしたとこで困んのはあんたらだけだと思うがな。俺仕事できたんだ。あんたも自分の仕事に専念するなら誰にとっても面倒はない。違うか？新選組三番隊隊長斎藤はじめ、先日は名乗りもせず失礼した。へへ、構わんで。いずれまた会うと思うとった。せやけどあんたあれからほんまに新選組に入ったんやな。例の近藤勇に会うためにかいな。さあな。悪いが入隊の報告をしにここに来たわけじゃない。あんたに聞きたいことがあってきた。ま、あんたとは知らん仲やない。話くらいは聞いたるわ。坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだ。そいつの話を聞きに来た。ほう、坂本龍馬。覚えないわ。何も言え。勝倫太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ。覚えてんだろう。そんなに昔の話じゃねえ。そうか。せやけどあかんな。全然思い出せ。ゆっくり思い出してくれて結構だ。時間はたっぷりある。こっちに時間あるとは言うとらんで。なるほど。薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない。噂に聞いた通り秘密主義ってわけだ。だが俺を帰らせたきゃさっさと思い出すんだな。そしたら斎藤がはっきり言いますわ。わしは坂本龍馬いう男と会うたことは一遍もない。もうわしの答えはこれ以外に出てこんで。なんで隠すんだ？その坂本龍馬ってのはあんたにとってそんなに重要な男か？なれん駆け引きはやめとけ。あんたには似合わん。坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしい。その武器を買うのはあんたら薩摩ってことか？知らん言うとりますやんか。そろそろお帰りの時間や。今度はまた仕事抜きで飲もうやないか、斎藤はん。斎藤さん、無駄足でごわしたな。西郷先生は新選組なんぞ眼中に相模はん。では斎藤さん、お待ちを。山崎か。局長がお呼びです。坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで。何？それじゃ局長に会えるのか？もちろん。場所は？祇園にある料亭朝日屋。局長はそこでお待ちです。ただしその場所は他言無用に。たとえ相手が新選組の大使であってもです。わかった。
うん。ねえ。